ふるさと創生事業とは、1988年から1989年にかけての日本で各市区町村に対し地域振興のために1億円を交付した政策である。正式名称は自ら考え自ら行う地域、作り事業。1億円を交付したので、ふるさと創生1億円事業とも言われる。昭和から平成にかけてのバブル経済の中で、 行われた政策事業で当時の内閣総理大臣、竹下登が発案した公共事業である。事業内容は地方交付税から交付団体の市町村一律に交付。その使い道について日本国政府は関与しないとした。地方公共団体が自ら主導する地域づくりということで、創意工夫し地域の振興を図る動きが各地で試みられた。 このうち、ふるさとづくり特別対策事業は1978年度、当初から企画されていたものであるが、自治大臣、梶山清六が、積極的な立場であり、ふるさとの名にちなんだ政策にできないかと、注文をつけていたと自治省財政局地方裁下の野平忠久には述べている。なお、実際は、地方交付税の形で支給されたため、 地方交付税の不交付団体には支給されなかった。不交付団体は自由に使える財源がすでにあるので、新たに交付する必要はない、ということである。また、地方交付税は、地方交付税法第3条により、その使い道について、条件を付けるのは禁止されているのに、ふるさと創生のために交付するのは問題なのではという、指摘がある。このため使い道は自由としていた。 1>, 1億円を受け取った各自治体は、地域の活性化などを目的に観光整備などへ積極的に投資し、経済の活性化を促進した。また、無計画に箱物行政やモニュメントの建設、制作に費やしたりと、無駄遣いの典型として揶揄されることも多かった。一方で使い道に困った自治体の中には、基金や補助金として活用することを選択するところも多かった。 1990年10月に自治省が行った最終報告では、一自治体当たり平均3.3件の事業を手掛け、このうち人材育成などのソフト事業が建物建設などのハード事業の約2倍余りに上ったという分析が出された。しかしその後、政府自らによるこの事業に関する検証はなされていない。これらのことに関して、 自治省財政局地方最下の野平は、地域社会計画センターでのヒアリングの際に、仮に酒を飲んでしまっても、経理の問題に過ぎず、悪いことではない、という考えを述べている。そして、地方交付税の使途として、単位費用の観点から特定性がないという観点の、か、何でも使ってください。 その代わりいい事業をやったところは評価されるでしょうし、ろくなことをやらなかったところは笑われるでしょうねという、以外には、自治省としては言いようがないと自治省の立場からのコメントを寄せて、ただせっかくみんなに一億配っているから、大いに議論して楽しんでくださいとお願いしているだけですと、続けて締めくくっている。初代地方創生大臣を務めた石場茂は、著書、 日本列島創生論の中で、竹下昇に、無駄遣いではないかと尋ねたところ、石場、それは違うんだわね。これによってその地域の知恵と力がわかるんだわねと、明かされ、実施の理由に関する秘話を紹介している。大理石製で、自動演奏ピアノを有するトイレ大三島の、鶴姫公園に立つ鶴姫と落安成の像。ありがとうございます。